ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日は松山市の9キロのデブ猫ちゃん、ランちゃんがダイエットを決意。大和動物病院の大和陽介先生にアドバイスをもらいます。ただいま。お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。日本ケアドッグ協会はワンちゃんと飼い主さんの絆づくりをお手伝いします。ケアドッグ幼稚園、トレーニングや遊びなど楽しく過ごします。ケアドッグスクール、基本的なルールからハイレベルまで個性に合わせてトレーニングします。無駄吠え、トイレのしつけなど何でもご相談ください。日本ケアドッグ協会。猫ワン。こら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 、ゆうくん、さっていじめんのよ。3歳のゆうくんと遊んでいるのはランちゃん。なんと体重9キロ。どんだけ太ったよ、あなたは。嫌がっとるよ。耳ツンってなっとるよ。7年前、生まれたての捨て猫だったランちゃんを松山家で保護しました。ぐんぐん大きくなって、大きくなって、ご立派です。の飼い主さんです。こんにちは。大きいですね。でかいでしょ。あの去勢手術をしてから、どん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 ブク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 太っちゃったんですよ。悩みはズバリ、ズバリ食事制限。え、食事制限が悩み？だってあの太ってってるから、はい、どうにか食事制限をしてあげたいんですけど、もうずっと餌の餌入れの前のところで、はい、にゃーんにゃーんにゃーんって寄ってくるんですよ、はい、で見るに見かねたおばあちゃんがちょっとね、食べる、あげちゃうんだ。あげちゃう。そう、あー、そうかそうか。じゃあまず痩せたいと、痩せたいと、痩せさせたい、痩せたい、そのためには食事制限。そうそう、だけど果て果て3匹いて、はい、その他の子の餌とかも食べちゃったりとか。あ食べるの大好きなんだ。食べるの大好き。でも俊敏な動きはするんですよ。でもあの行ける範囲ももう決めてしまってるので、家の中で、うん、その運動っていうのがもしかしたら足りてないのかなと思うし、運動もさせたいけど、けどその3つですね。そうですね。先生にメッセージお願いします。ぜひうちのデブ猫をスマートな元の姿に戻してあげてください。はい、先生お願いします。はい、わかりました。主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内、戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン。
ハンディを持つお子様へ。ケローグループで IT を学びませんか？建築家になってなれるかも。夢を広げるケローグループ。やってきたのは松山市石黒町の大和動物病院。ドッグランを備えた病院です。こちらは看板猫のコチュちゃん。大和洋介先生はマラソンや水泳、野球などマルチにこなすアスリートでもあります。アドバイスお願いします。ということで先生、飼い主さん困ってましたね。困ってましたね。なんか切実に、まあ、確かにこう映像を見ると確かにぽっちゃりとした、まあ、ミキネコちゃんで、まあ、確かに心配するところはわかるかなと、はい、先生実はあの猫ちゃん、はい、9キロ。9キロ。どうですか、猫にして9キロというのは、はい、そうですね、あの骨格によっても適正な体重って変わってきますけども、まずまあ、三毛猫ちゃんっていうことなので女の子ですよね。で、まあ、骨格的には平均だと思います。9キロ、その骨格に対しての9キロっていうのは、猫田さんは身長は何センチですか？168です。168センチだとしたら、その他身長でだいたい90から100キロぐらいだと思ってください。私が90から100あるっていうことなんですか？はい、そうです。かなりそれぐらいの体格の猫ちゃんだと思ってください。私今50キロ前後なんで、はい、倍ぐらいあるってことですか？倍あります。それは相当しんどい、はい、これはもう深刻ですよね。もう、はい、早く体重を落としてあげないと、いろいろまずいことに病気になりかねません。はぁ、その中でも、はい、一番恐ろしい、飼い主さんにとっても猫ちゃんにとっても恐ろしい病気が、糖尿病。糖尿病、猫にも糖尿病があるんですか？はい、猫にも糖尿病があります。ちなみにワンちゃんにも糖尿病があるんですけども、ワンちゃんの糖尿病は実は肥満によるものではなく、ほとんどが遺伝的なもの。人間もね、そういうのありますね。そうです、うん、はい、いわゆる1型糖尿病と呼ばれる糖尿病がワンちゃんです、はい、それに対して猫ちゃんは2型糖尿病、はい、人間でいう成人病ですね、生活習慣病、はい、簡単に言うと太ってると糖尿病になるぞっていうことです。じゃあもしかしたらもう糖尿病かもしれないってことはあるんですか？そうですね、糖尿病であればおそらく9キロっていう体重を維持できないはずです。9キロあったのに、あれ、いつの間にか8キロに何にもしてないように痩せてるわ、よかったよかった、よくないんですよそれ、それ病気で痩せてるだけかもしれない。糖尿病っていうのは、まあ、体に糖を、まあ、グリコーゲンとして取り込むことができなくて、燃料ダダ漏れなんですね。だから痩せていくんですよ。だからその病的に痩せるんではなくて、健康的に痩せないとダメ。猫ちゃん糖尿病になったら毎日インシュリン打たないとダメなんですよ。注射です。大変じゃないですか。誰が打つのっていうと我々獣医師じゃないんですよ。毎日のことなんで、しかも1日2回なんで大抵は。誰が打つの？飼い主さん。大変。1日2回、毎日365日。しかもそれただじゃないですもんね。ただじゃないです。お金もかかります。はい、お金かかります。はい。まず糖尿病になると、初めにその糖がおしっことして出ていってしまって痩せていきます。うんうん、で、どんどんおしっこが出るので、喉が渇いてたくさん水を飲むようになります。で、その初めの段階であれば食欲もある、元気もあるんですけども、それが行き過ぎると糖が体にゼロになっちゃう。もう完全になくなっちゃうんですね、はい、でそうなったら非常に具合が悪くなる。もう食欲がない、元気がない、で脱水が起きて皮膚カラカラっていう、そういう状態になってしまって、命を落としてしまうと。なのでまあ何にもしてないのに痩せてきたんだったらちょっと要注意ですね。太ってた猫ちゃんが何にもしないのに痩せてきたらもう糖尿病の恐れ大。そうです。お水もたくさん飲むぞということになれば糖尿病であるかもしれません。
お水飲むっていうのも症状の一つなんですね。症状の一つです、まあ、よくあの猫って腎臓病が多いって言われる、はい、腎臓病もたくさんお水を飲みます。はい、でも糖尿病も、はい、たくさんお水を飲みます。あ、猫の糖尿病って初めて聞いたんですが、はい、かかっている猫ちゃんっています？ほとんどの病院に必ずいると思います。そんなにやっぱいるんですね。猫は寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが、そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。他には太ってると弊害は？はい、関節炎ですね。ん、関節炎っていうと膝とか腰とかのことですか？そうです。体重がもしかして重いから？そうです、もう簡単ですよね。物理的に体重が重くて、膝だとか、まあ、猫は四つ足で歩きますから、手首の関節もあれば肘もあれば、はい、いろんなとこ関節ありますので、そういったところに炎症が起きて痛いです。で、猫の関節炎っていうのは飼い主さんにとっては非常に分かりづらいんですね。ワンちゃんって足痛かったら痛いよってしますよね。足上げたりします。はい、ただ猫ちゃんは痛かったらじーっとするんですね。座りっぱなし。はい、あら、うちの猫なんか最近あんまり動かないわ、年かしらと思ってたら、実はそれ関節炎だったりするんですね。はい、痛くて我慢してる。痛くて我慢している、じっとしているだけ。ということは動かないから、はい、さらに運動不足、太る。そうですね、悪循環。悪循環です。はい、痩せないと、うん、そうなんです。最近の研究結果では結構な割合で猫の関節炎があるっていうふうに分かってきたんですね。あんまり聞かないなと思ってたら、やっぱ言わないだけで飼い主さんも気づいてないというケースが多いんです。はい、他には？他にはですね、まあまあ獣医師からすると、その病気の発見のしにくさっていうのにつながることもありますよね。どういうことですか？簡単に言うと、猫、まあ、こう触れ合って触っていくと、うんうん、まあ、体が太ってるから何かできものができても分かりづらい。分かりにくい。はい、肉かなみたいな。はい、逆のパターンもあるんですよね。猫のお腹に何かできてるんですと、下腹部の方がこんな、なんか大きなものができてるんですって病院に来る方が、腫瘍ですかね。そうです。はい、これ猫田さんただの肥満ですっていう時もありますけども。はい、分かりにくい。そうなんです。要は脂肪なのかできものなのか分かりにくいんですね、飼い主さんにとっては。はい、そういう病気の発見の、遅れにつながったりもしますし、手術するときに、まあ、当然麻酔しますけども、はい、麻酔のリスクも肥満だと上がります。そうなんですか。はい、あとは、まあ、お腹を開けた時の手術なんかだと脂肪がたくさんなので、開ける距離、開ける長さですね、お腹を開けるが確実に長くなりますよね。はい、それだけ脂肪がお腹開けても邪魔するので臓器が見にくい、見にくい、見にくいんですよ。もたけろー、見えた、あれこんなに縫うのっていうように。はい、で、太ってる分、その分麻酔の量もいるって。そうですね、はい、麻酔の量も違ってきます。何でもそうです。お薬の量も違ってきます。そうすると当然お金もかかる。飼い主さんにも痛いですね。痛いです。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに警察と保健所、愛媛県動物愛護センターすべてに連絡してください。写真を持っていくと確実です。
保健所に収容されると1週間から2週間で殺処分になってしまうケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市古国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。ということで痩せましょう。痩せましょう。内臓系にはどうぞ、はい、あの心筋症があります。心筋肥大ですね、はい、心臓の筋肉が分厚くなっちゃって、で心臓のポンプとしての役目がしにくくできにくくなっちゃうんですね。あんまり広がらないんです。しんどいですよね。しんどいです。しんどいのに、うん、じゃあその時に太ってたらどうです？動かないし、もっとしんどいですよね。病院で肥大型心筋症ですって診断されました、はい、じゃあ痩せなきゃな、うん、明日にかけて3キロ痩せれます？無理です、ね、無理無理無理、はい、そうこうしてる間、ダイエットしてる間にも心筋症はどん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 悪くなる一方なので、あら気づいた時にはあら手遅れっていうことにもなりかねないので、はい、これ先生脅してるわけでも何でもないんですよね。脅してるわけでも何でもないです。糖尿病の子が、はい、あの、もう必ずもうどの病院にもいるっていうぐらいそれだけメジャーな病気ですし、関節炎でお薬を出すこともあります。はい、わあとはそういうふうに太った子を手術して大変だなっていう経験もどの獣医さんにもあります。わ、じゃあ本当デブ猫ちゃん可愛いなんて言ってる場合じゃないですね。そうなんです。見た目は可愛いかもしれないんですけども病気のもとです、はい、深刻ですね。じゃあ先生何から手をつけていいんですか？ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。松山市石黒町の大和動物病院大和陽介院長にデブ猫ちゃんのダイエット法を聞いています。先生、猫の肥満って大変なことなんですね。デブ猫ちゃん可愛いなんて言ってる場合じゃないですね。そうなんです。見た目は可愛いかもしれないんですけども病気のもとです、はい、深刻ですね。じゃあ先生何から手をつけていいんですか？まずじゃあ食事の見直しをしてみましょうか。食事が一番大事、はい、そうですね、うん、食事まずあの量ですよね。自分の猫ちゃんの体重と、理想の体重、それを見比べてみましょうか、うんうん、さっきの猫ちゃんだったら9キロ、はい、はい。本当は5キロまでは痩せたいとこです、うん、あと4キロ4キロ半分近くですね。そうですね猫ちゃんが一頭ないなくなっちゃうぐらい量ですね、はい、でもそれぐらいの、体重が適切な体重です、はい、そう。どうしたらいいですか？食べ物を。まず食べ物ですけども量ですよね、はい、量を体重5キロのこのようで、量で上げてるかどうか。9キロの体でいきなり好きなだけ食べてたのを5キロのこの量に減らすってことですか？まあ急いで痩せるときにはそれで全然構わないです。無理でしょう。まずは測ってあげることから始めましょうか。あ、ご飯を測ってあげる、はい、1日に何グラムをあげるかっていうのを決めてもらって、はい、まあ理想はその5キロ、あのパッケージに書いてますよ ね5キロで1日何グラムっていうのが書いてますよね、はい、その量をまず測ってみる、まあ、ダメだったら6キロでも、まあ、6.5 でもいいですけども、まあまあ最初はね、1日のスタートにそれを測ってその量を、
1日で上げるっていう形、だから量を1日分を測ってザッと全部上げるんではなくて、はい、猫の食べ方って小分けにして食べますよね。そうです、また後で食べるみたいな、ね、そうですね、そんな感じでちょこっとずつ上げるんですね。うーん、猫の本来のそのちょこちょこ食べる食べ方っていうのは実は太りにくい食べ方なんですよ。へー、例えば糖尿病とかそういう時にはちょこちょこ食べっていうのが非常に食べ方としては理想的なんですね。はい、さっきのランちゃんはね、はい、おばあちゃまがもうあげちゃうってことでしたが、はいはい、おばあちゃまにはこの中からあげてねっていうふうに指示をすればいいと思います。はい、なるほど。それ超えたらおばあちゃん猫のためやけん、そうです、ダメよってね。だからだんだん1日量が夜になるにつれて減っていくと思いますけども、夕方ぐらいで、あら、もうこれあげちゃったら夜空腹だわ、かわいそうだわと思ったら、それをセーブすればいいですよね。あ、なるほど、なるほど、はい。で、夜に最後に全部空にして、今日はおしまいっていう形で、明日また朝同じ量を測って、で、あげると、なるほど、はい、いう形がいいかと思います。いいと思いますね。猫の餌の種類を変えなきゃいけないとかというのはどうですか？種類は変えれるんだったら変えた方がいいですね。どんなものに？はい、まずはいろんなメーカーからカロリーが抑えられたフードっていうのが出ていますので、そういったものを、トライしてみるのはいいと思いますし、あとは、まあ、成分で言うとですね、実はちょっと安い食事っていうのは炭水化物が多めに入ってるんですね。原材料名の最初のところにトウモロコシとか、はい、穀物が入ってるやつですね。はい、はい、そうです、うん、やっぱりお肉よりそういった穀物の方が安いんですね。だから安いフードっていうのは炭水化物が多くなってます。逆に高級とは言わないですけど、ちゃんと作られているフードっていうのは、タンパク質が多めになっています。はい、例えばチキンとか、はい、七面鳥とか、そうですね、最初に来てるやつですね。そうですね、はい、あとここでちょっと気をつけてほしいとこなんですけども、最近グレインフリーっていうフードが出てますね。出てますよね、うん、はい、グレインフリーってなんか書いてると体にいいのかなっていうイメージが、はい、実はあれまだ結論は出てないんですけど、心筋症を引き起こす可能性があるっていうふうに言われていますので、和田先生今日思い切った発言をありがとうございます。そうですね、なんかなかなかすごいこと言ってますちょっともう声も変えてね、こう、ま、目線に入れてもらわないとまずいかもしれないですけども、敵に回してますけどね、はい、要はグレインフリーって書いてればなんとなく体にいいのかなっていう形で日本人は買うんですよ、はい、はい。でもそれで決してグレインフリーがいいっていう証拠なんて一切ないですし、逆にさっき言ったように病気の原因になってしまうっていうことが言われているので、はい、はい、安易にそういった名目に飛びつかずに、はい、もうグレインフリーじゃなくて普通に炭水化物は入ってていいんですけども、それでもまあタンパク質が多め、炭水化物もほどほど、はい、そういった食事を選んで、はい、買うといいと思います。わかりました。飼い主さんがまあご自由に選ぶのもいいんですけど、もしかしたらこの子ちょっと腎臓にも来てるかもしれないなと思う心配がある場合は、やっぱり獣医さんに相談してからご飯を決めるってことは大事じゃないですか。大事ですよね、はい、それはもう当然ですね、はい、食べるものは私たち人間も一番大事ですもんね。そうですね、大事です。はい、先生はまあアスリートですけれども、はい、好きな食べ物は何ですか？鶏肉です。そうなんですね、タンパク質大事ですよ。猫ワンを応援しています。猫ワン散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、尿もペットシーツで吸い取ったり水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。あとじゃあ食べ物はそういった感じで測ると、はい、他に気をつけることって痩せるため、あとは運動ですね。あー運動か、はい、
さっきはね、あの蛇口から水を飲んでましたけど、はい、猫ちゃん好きですよね、蛇口から、はい、動くものがやっぱり好きなんで、水も動いてる、はい、蛇口から出るお水を飲むっていうのは猫ちゃん好きですけど、そういう時に、まあ、高いところに飛びますよね、はい、そういうのって非常にいいと思うんですね。猫は、まあ、平面っていう運動ではなくて上下の運動、これをちょっと心がけてほしいんですね、はいはい、で階段があるお家では、まあ、先ほどのお家ではちょっと猫ちゃんの活動範囲を制限しているという話が出てましたけども、もし可能でしたら階段を利用してみる、はい、猫ちゃんっていうのはその、まあ、自分の、欲求に忠実というか、体重が9キロあってもその高いところに登って水を飲む、そこの水がいいんだっていう欲求があれば、それに従って頑張るんですね、はい、じゃあ階段の上もしくは下にご飯だとかトイレだとか、そういう自分の必ず必要な、はい、ものを用意すると階段を利用するようになります。その階段を1日何回か上り下りするだけでも違ってはきます。あとは、まあ、一軒家じゃなくて階段のないですねアパートだとか、どうしても一軒家だけど階段の上には上がってほしくないっていう時には、キャットウォークだとか、はい、キャットタワーだとか、はいはい、そういう、まあ、2次元平面ではなくて3次元高さを利用した運動、これができるといいですね。わ、はい、かりました。運動、あと飼い主さんが遊んでやるっていうのもね、非常にいいですよね。はい、はい、猫を可愛がるっていうのは可愛い可愛いって撫でる、それは可愛がるではないんですね、うん、どういうことですか。やっぱりこう遊んであげる、でそれが運動にもなります。で適切な食事量を制限してあげる、そういったのも含めて可愛がるなんで、はい、可愛がってあげてほしいんですね、猫ちゃん可愛いので、ね、はい、じゃあ先生、はい、食事と、はい、運動、はい、以上でよろしいですか。そうですね、食事と運動、うん、これでいいと思います。はい、はい、先生、飼い主さんがちょこっと撮影の後に言ってたんですが、はい、子供が追っかけてなんか嫌がってる様子もあるんだけどっていうストレスかなって気にされてたんで、はい、そういったものは関係ないですか。猫は追いかけられるより追いかける方が好きなので、確かに小さいお子様に追いかけられるというのはストレスになると思います。はい、そこは、まあ、運動とは切り離して、はい、やめてあげてほしいかなとは思うんですけど、その家族の一員として猫ちゃんがそれを許してくれるというのであれば、まあまあそれもいいのかなとは思います。はい、基本的には追っかけてもらうような遊びですよね。猫は動くものが好きなので、はい、なんかこうリボンを足につけて先に猫ちゃんの前を走ってみるとかそうすると猫はタタタタッとこう手がまず出ますからね。はい、じゃ子供さんがおもちゃで猫ちゃんを遊んであげるというか、そういった方がいいですね。猫は追っかけずに、はい、追いかけられると。はい、恋と一緒ですね。あ、僕も今同じこと思ってました追いかけさせろと。追いかけさせてください。わ、はい、かりました。はい。今日は大和先生ありがとうございました。はい、ありがとうございました。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん、猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てねー。